こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。さて、前回は潜在意識の中にある心の型、つまり信じ込みについてお話ししましたね。今日はもう少しそれを説明しましょう。というわけで、今日のテーマは信じ込みを直せる人と直せない人です。前回は最初に生まれた子によくある信じ込みの例として、いつも注目されるというのを挙げましたね。そしてそれがよく働く場合と悪く働く場合というのを紹介しました。ここで大切なのは、同じ出来事を体験しても本人が次にどういう行動を選ぶかで、良い影響となるか悪い影響となるかが異なるということです。つまり自分の人生がどうなるかは出来事次第ではなくて自分次第ということなんですね。過去の体験をした過去の自分は時間が止まっているのでしたね。ですからこれは逆に言うと、今もまだその時の行動の仕方を変えられるということなんです。第8回目で、子供の頃何も考えてこなかったという人にも巻き返しのチャンスがありますと言いましたが、このように行動を選び直すということで巻き返せるのです。もう一度、同じ出来事がよく働く場合と悪く働く場合をよく見て、何が原因で2つの選択肢に分かれるのかを考えてみましょう。信じ込みがよく働く例は努力するのですよね。もともとの私は注目されるという信じ込みは、赤ちゃんだから注目されていたのです。でも本人はそう思っておらず、自分が誰よりも大切だから注目されていると思っているのですよね。これは勘違いというものです。ですからそのうちに注目されなくなる時が来ます。それは不幸なことではなく、誰にでもある出来事ですね。でもそれにショックを感じて真っ暗になります。そこで次の信じ込みが生まれます。良い例の場合、注目されるには努力が必要だというのが新しい信じ込みです。そして実際に努力した結果、良い人生になります。悪く働く例は努力しないのですよね。注目されるには拗ねて親を困らせないといけないというのが新しい信じ込みでした。周りを困らせるということを選択した結果、自分の人生も良くない人生になり、自分が困ることになっています。ということは、後者の信じ込みを選んだ人が良い人生にするには、拗ねるという選択を努力するという選択に変えることが重要です。と聞いても、大人になった今も昔と同様に、え？なんで自分がわざわざ努力しなければいけないの？親が私に注目するのは当たり前なのに、親が謝るべきでしょ？と思っていると、せっかく過去の出来事の選択を変えられるチャンスがあるのに、同じことになってしまいます。こんな風に良い新しい選択は必ず前よりも努力することになりますから、怠慢でいたいとか人を謝らせたい時には過去は直せません。このように過去が直せる人と直せない人がいますが、次回は直せる人のためにそのやり方をお教えしますね。